はい、こんにちは。じゃあ続きということで、早速前の動画で、言った通り、この実験から予言までの流れということで、ニュートン力学っていう学問が物体の運動をどうやって調べていくのかっていう、その大まかな一連の流れをここにまとめてみたいと思います。ということで、この何かの、今から話をするのは何かの、ある状況にある物体の運動のを調べるっていう設定で話をするんですが、その具体的なことがわからないと、頭が混乱しちゃうという人は、例えば、重力中の物体の運動などをイメージしてほしいと思います。例えばなんか重力に一応地上の重力が支配されている中で、なんか物体の運動がどうこいつは運動するのかなっていうのを調べたり、で力の式も何も今分かってないという状況でどうするのか、実験から話をします。で、そのファーストステップとしてはまず実験をしないといけませんね。ということで1番は、実験により力の式、力の式っていうのは F イコールなんとかってこう今まで書いてきた、もちろん重力でいうと F イコール mg ですね。こっちではちょっと、向きもこういうように入れて、あのベクトルで書いてますので特に気にしなくて、結構です。でとにかくこの力の式っていうのをまずは知らなきゃいけないというわけなんですが、実験から力の式を知るっていうのは具体的にどうするのか、どうやって知ることができるのかっていうのを、多分今までポンポン力の式をただ書いてきただけなので、どうやって、それ知るのっていう話はしなかったんですが、ここで初めてその話をします。どうやってやるかというと、使うものとしては、ニュートンの運動方程式 F イコール ma か、あるいはそれの代わりに、基地の力の式、すでに知っている別の力の式ですね、どちらかを使って、やります。で、F イコール ma っていうのはまさに力の定義なので、こっちは、定義に、もともとの定義に忠実にやりましょうっていう、やり方で、どうするかというと、これはこれを使ってやるっていうのは加速度を測定するということです。すなわちもうその状況で実際に物体を運動させてしまうと、その力によって、もちろんいろいろと、例えば重力中の物体だったら高さを変えてみるなり、一番最初の速度を変えてみるなり、そういういろんな状況で、この物体の加速度を実際に測定する。この加速度は力とは関係なく定義されているから当然測定できるわけで、実際に運動させてみて、加速度が分かる、加速度が分かればそれに質量をかけて力が分かるということで、そうやってやっていけば、そのうち、あ、この場合はあの力は mg で表されるんだなと、何かの定数を使ってこう書けるんだなっていうのは分かるわけです。で、あるいはそれともう一つ、基地の力の式を使うという方法がありまして、これは例えば分かりやすい例で言うとバネばかりを使うっていう方法です。例えば天井からバネを、吊り下げて、そのバネに重りをこう吊るすと、そうすると、当然この重力によって、重力 F によって、バネが伸びるわけですが、そのバネの伸び X を使って、この力を測ることができるわけです。バネの、この力、重力がこれを F で引っ張っているということは、これが止まる、これが運動せずに釣り合うためには、こっちも同じだけの力で、引っ張り返さなきゃいけないわけで、この力 F っていうのは、やりましたね、フックの法則で F イコール KX で表されるので、この F イコール KX の X にこの伸び X をこう入れてやれば、このどれだけの力で、重力が引っ張ってるのかっていうのが分かるわけです。当然この場合には、ここに基地のと書いてある通り、このバネの力が F イコール KX で表されていることはもう知ってる前提です。我々がこれを知ってるときはこういう方法で、
重力の力式を測ることができますよ、当然このバネの、弾性定数 K も分かってなければならない。でこういう設定でやれば、この F イコール MA を使わずとも、力の式が知ることができます。ただし、もちろん一番最初に何が測られたかは知らないけれども、一番最初は基地の力の式なんてものはないから、定義に忠実に F イコール MA を使わなきゃいけないと。とにかくそういうふうにして、力の式を実験から知ることができます。で続いて第2ステップに、いきます。力の式が分かったら、どうするかというと、これは、ここからはすでに、以前説明したことなんですが、一応復習として説明すると、力の式、今、実験から知った力の式と、そして力の定義であるところのニュートンの運動方程式、ニュートン方程式から、運動方程式を立てる。運動方程式というのは何だったかという復習も兼ねて、説明すると、つまりこういうことです。 F イコール何とかっていうのが今分かった。この式と、F イコール MA を連立して、この力 F を消去してしまうと、両辺からただ代入するだけで。そうすると、こういう式が出てきますね。 MA イコールこの何とかっていう、式が出てきて、でここで重要なのは、この何とかの部分っていうのは、何が含まれているのかというと、これは、位置、物体の位置 R と、それから物体の速度 V、 これだけの、関数、これだけを含んだ式になってなきゃいけないということです。もちろんその他に質量だとか何かの、状況ごとの定数みたいなのは入ってきてもいいけれども、それ以外のものは入ってきてはいけません。例えば一番最初に投げた時の速度だから過去の情報だとか、そういうものは今は入ってきちゃいけない。とにかくこれとこれだけの、情報で表された式です。で、このようにして、物体の位置と速度と、そして左辺の加速度だけによって構成される、方程式が、立つわけです。でこの方程式のことをここに書いた、運動方程式というふうに言いますというわけです。で、最終的にこの力というものを消去してしまって、この運動方程式を立てるというのが、第2ステップです。そしていよいよ、最終段階、つまり、ここまでで、実験から力の式を知っている運動関連して、最後にこの最終目標である予言、この予言を行うというのが、最後のステップになります。つまり第3ステップなんですが、それは今運動方程式っていうものを立てました。で、その方程式、皆さんのよく知っている方程式の概念とちょっと違うので、実感は分からないかもしれないけれども、とりあえず、方程式というからには解くことができるんです。運動方程式を、解くということをします。運動方程式を解く、を解いて、解いて何が分かるのかというと、物体の運動が分かるわけです。運動を求める、非常に抽象的な話で、これだけではおそらく、何を言っているのかよく分からないのではないかと思うんですが、今、たった今、書いたこの運動方程式ですね、 MA イコールなんとかの式と、それから、もう一つ、実は情報が必要で、さっきも、ボール投げの例で言いましたが、つまり物体の運動っていうのは、その最初にどういう速度でどっから投げたかとか、そういうことに当然よるわけで、
ここまでの流れでは力のどういう力が働いてるかっていう情報しか扱っていないので、例えばボール投げ行ったら重力が働いてますよという情報からしか、これは情報しか使っていないので、当然ここにはどういう速度で投げたかとかそういうものは入ってこないので、それとは別に初期条件っていう情報が必要になります。初期条件っていうのは何かというと、つまり t イコール0 t イコール0、つまり最初の一番最初にどこから投げたか、そしてどういう速度で投げたかっていうこの2つです。最初の1R、そして、速度 V っていうこの2つの情報が必要で、それを初期条件というふうに、言葉で言います。ただこの言葉は高校物理では出てこないので覚えなくても結構です。とにかくこういう情報と今の運動方程式を合わせて、で、ここに抽象的に書いた解くっていう、作業を行います。でこの解くっていうのは何をするかっていうのは、ちょっとここでは、この操作はすごく高度な数学の知識が必要で、一般にはすごく難しいので、これは大学入ってから、なんというかお楽しみということになってしまうんですが、残念ながら、ここで数学的な、手続き、ここからはもう物理ではありません。純粋な数学的な手続きです。純粋な数学的な手続きを行うことによって、答え、すなわち物体の位置 R っていうのが、なんとかっていう式で、例えば星とでも書いてある、なんとかという式で出てくる。で、その式っていうのはどんな式かっていうと、これは時間 t、 時間 t だけを、含んだ式です。この最終的な式には加速度とか速度とかそういうものは、顔を出してきません。この時刻 t だけが入ってるから、つまり何秒後の位置とか速度が知りたいよって言ったら、もうその t をこれに入れただけで、分かってしまうという式になっています。これが、この2つの情報から数学的な手続きによって出てくる。で、そのこっからこれを出すっていう作業を、僕は今運動方程式を解くっていうふうに、表現したわけです。とにかく、そのような、ストーリーによって最終的にこの R イコール何とかの式が出る。つまりこれが、我々の言うところの予言になるわけです。何秒後にどこどこにいるとかいうことがこれで分かるわけですからね。で、これでゴールです。これで一連の、流れができたわけですが、ただ残念ながらここの手続きについて詳しく説明する余裕は、なかったんですが、ただ前、一つだけ皆さんこの手続きを経験したことがあって、それは重力の話の時にした、ことで、あの時の話をちょっと途中思い出してもらうと、ちょっとしんどいかもしれませんが、MA、この運動方程式に当たるものっていうのは、あの時は MA イコール MG っていう式だったわけですね。で、この式から、M を消して、これ等加速度直線運動の式だから、もう書くところがなくなってしまったけれども、そこから等加速度直線運動の公式を使って、物体の位置っていうのを式で出したはずです。で、それが、この運動方程式を解くっていう作業に、相当してるっていうことは注意しておいてください。なのでそれをすごくもっといろんな場合でもできる、話を大学で、習うんですよということを、ちょっと頭に入れておいてほしいなと思います。で、
これが、一連の流れだったわけですが、一応最後にこれを図にして、分かりやすくまとめておきたいと思います。ということで図解、図解してみると、今の流れはどうなっていたかというと、まず実験があります。物理は全て実験から始まるわけですが、実験から、力の式、F イコールなんとか式を見つけ出すわけですが、ここで、力の定義である F イコール ma を使いましたよと、ということで、これを使ってこいつを使って実験からF イコール何とかの式をまず求めた。で、これがファーストステップで、2番目のステップは、このさらにこの F イコール何とかと F イコール ma からこの2つを連立して、運動方程式を立てて最終的にこの予言にたどり着いた。そこまでをもう一気に書いてしまいますが、結局これこの2つの情報を使って今度は、物体の運動を予言できるということで、これが、まあ、2と3のステップですね。という、こういう図になります。で、こうしてみるとなんだか実験からこれを使ってこれ求めたのに、またこれとこれ使ってこう言ってって、なんか二度手間みたいに見えてしまうかもしれませんが、これは、なんか直接こういけないのかっていうと、これは一般にはめちゃくちゃ大変です。ただ重力中の物体の運動ぐらいだったら加速度がすぐ一定だって分かるのでそんな難しくないけれども、その他のいろんな場合だと、その力の法則を経由せずに、こうこの物体にはこう、この運動にはこういう規則性があるぞっていうのを見出すのはめちゃくちゃ大変です。なので、それを実験から予言をしようと思ったら、一般には無限の、実験をしなきゃいけない。無限の実験データを集めないと予言をすることができないというふうになってしまうんだけれども、でもこの実験から力の式を求めるっていうのは、これはそこまで難しくない。何回かやってれば、力についての規則性っていうのが大体見えてくるので、ここは有限なんです。で、有限界の実験でこれを求めて、あとは数学でこれが出てくるので、こういってこういくっていうのが一番の、近道になるというわけです。で、このようにしてね、力の式を求めることが、予言が、できますよということで、この力という概念の、その物体の運動の研究の上でのありがたみを実感してもらえたらなと思います。で、最後に あともうちょっと話があるんですが、とりあえず時間が、来たのでここで一旦切ろうと思います。お疲れ様でした。